東急5000京電車横浜高速鉄道 Y500、京電車横浜高速鉄道 Y500 京電車は2004年2月1日に営業運転を開始した横浜高速鉄道の通勤軽電車である。2004年2月1日の横浜高速鉄道港未来線開業及び同線と東急東横線との総合直通運転開始に ともない、横浜高速鉄道保有の車両として製造された車両であり、8両編成6本が製造された。東急5000軽電車との共通設計であり、東急車両製造製の20メートル94ドア、直流1500ボルト河川終電方式、軽量ステンレス構成車体である。2003年9月9日から2004年1月にかけて搬入された。入籍日は、 一部を除く車両が港未来線の開業日である。本系列の設計にあたっては、標準化による低コスト化、快適な移動空間の提供、環境への優しさを基本としている。保守費用及び設計費用の削減を目的として、東急5000系、5080系を設計のベースとしている。製造するにあたり、 基準とした車両設計は東急電源都市線仕様の5000系二次車であるが車椅子スペース横の客用扉のドアレールの形状に違いがあること、乗務員室の車掌スイッチが間接制御式であることなど細部において変更点も見られる。車内の各客用ドアの上部には15インチの液晶ディスプレイを2機設置し、左側は主に CM などを放映する。 トックビジョン、右側は自駅、乗り換え案内などをそれぞれ表示している。前面及び側面には、港未来線のシンボルマークである、M のマークが貼られている。これは、同線の駅、出入口や駅構内のサイン表示にも同一仕様にて、用いられている。Y500 系側面デザイン車体のカラースキームは、東急5000系列では、東急のコーポレートカラーである赤と運用される。 各路線のラインカラーを用いたシンプルなものであるのに、対し、本系列では、横浜の海をイメージした、鮮やかな青と、躍動感のある都市をイメージした黄色のグラデーションで、港未来線を象徴する、M をモチーフとした、ジグザグ模様を両分の車端部に描き、FRP 製の前頭部は、伸び行く都市をイメージした、メタリックブルーに彩色されている。また、屋根の絶縁体は、 青色としており、先頭車では運転室上部から空調装置手前まで2本の黄色のラインが描かれている。上降促進放送は東急、MM 用ブザー、メトロ用、メロディ、西部用チャイム、東部用ブザーの4種類搭載されている。走行機器、台車なども東急5000系と同一仕様である。主回路制御装置は、日立製作所製のイベット素子による、 VVVF インバータである。台車は東急車両製の軸量式、ボルスタレス台車 TS-1019ATS-1020A 型を使用する。空調装置は 61.05kW 出力の、物置数編成は三菱電機製、空数編成は日立製作所製を搭載する。Y511Y516 編成の全面、および、 側面の種別表示器は、幕式、行き先表示器、運行番号表示器は、LED 式だったが、後に Y511Y515 編成の前面及び、側面の種別表示器は、フルカラー LED 式に変更された。Y517 は、前面、側面ともにフルカラー LED 式である。車内内装についても、基本的に、 等級5000系列と同一仕様であるが、異なる部分がいくつかある。まず、配色がライラック系の色調であり、化粧板、床材などは淡いパープル系の色調の車内である。側窓は UV カットの熱線吸収ガラスを使用して、カーテン設置を省略している。座席は一人分の掛け幅が 450mm で、モケットの配色は通常の座席が濃いピンク。 優先席は青色を貴重色とする。モケットの柄には横浜の伝統産業である横浜スカーフのイメージを採用した。直行する2本のロープとロープ線上に船のソーダリンとランプが白く浮かび上がり、昔の小船で使用された滑車2つをロープで結んだデザインである。この柄は車体側面にもうっすらと施されている。扉の開閉時のドアチャイムは 東急5000系列より半音高く回避時と平避時とで音色を逆転させている。各ドアには合車とドアの位置を展示シールを重複して表示し、黒字に白文字のゴシック文字表示も行い、弱視者にも見やすくしている。また、展示の読めない視覚障害者への案内として、編成やドア位置は微表示と凸型の配置で表示されている。車椅子スペースは、 相互直通先の東急東横線に合わせて、編成あたり2カ所に設置した。駅ホームにも、可動式車椅子乗降装置を設置し、車両とホームの隙間と段差を解消した。吊り革はすべて白色で、吊り輪形状は形である。床面からの高さを 1630mm を基本としながら、ユニバーサルデザインの一環として一部の吊り革は 100mm 低くしている。 落成当初、車両中央部にも優先席を設けていた。ところが、2003年9月に、首都圏の鉄道事業者が一斉に実施した優先席付近では電源を切り、それ以外の場所では、マナーモードに設定し、通話は控えるというルールに変更したため、後に撤去され、結局は、多くの車両で見られる、車端部のみの設置となった。車両番号は、 横浜高速鉄道を表すアルファベット Y とそれに続く3桁の数字で表される。3桁の数字のうち100位は系列を表す。5、10位は編成内の順位を表し、渋谷方から1、4、5、6、7、8、9、0の順に付与されている。1位は編成番号を表す。10位の2、3が結番となっており、 将来の重量編成化対応可能になっているほか、東急田園都市専用の5000系と、形式番号を合わせることで、保守時の車両形式識別を容易にしている。Y516 階は2014年2月15日に、発生した東急東横線元住吉駅追突事故で、東急5050 50系5155階に追突され、その後元住吉県区に留置されていた。 2014年6月30日から順次、総合車両製作所横浜事業所に陸送されたが、修繕されることなく2017年10月に解体場へ陸送されて、翌年7月までに全車が解体された。2017年5月31日付で Y516 回と東急5050系50 5156回との交換による譲渡が行われ、Y516 回は、 同一番号のまま東急に入籍し、2017年6月21日付で廃車となった。5156回は Y517 回に改造し、2018年3月24日に運用を開始した。同事故については、東京急行電鉄と車両交換による損害賠償を行うという基本合意書を締結しており、 平成28年度内の復旧に向けて東急、保有車両の使用変更、回収等の協議を進めることとなっていたが、協議の内容確定に時間を要したため、平成29年度に実施された。なお、譲渡後しばらくは内装や機器類が東急時代のままであったが、後に行き先表示器と屋根の塗装以外を多編成と統一する改造が施行されている。 ありがとうございます。